速稼塾の久保です。本日からですね、新しいコーナーを付け加えました。それがですね、このザ・サインというコーナーですよね。ミスターマイアミの次にあるザ・サインというコーナーです。このコーナーをなんで作ろうかと思ったというかと言いますとですね、動画をですね、やっぱり量産してくださる方っていうのが出てきてですね、これは要するに何かに依存せず自分自身で稼ぐ力をつけに行く第一歩だと思うんですよね。もちろん FX をトレーニングするのもその一つですし、こういうふうにね、 YouTuber として第一歩を示すのもとっても大事なことだと思うんですよ。そう、ザ・サインっていうのはね、ミスターマイアミさんの動画もね、こうやってバーっとありますけども、それと同じように、ザ・サインというコーナーね、開けてみますね。こういうふうに西淡くライフっていうシリーズでまとめています。今のところね、動画は私がこれはいいんじゃないかなと思った3つをチョイスしてるんですよね。西淡くラソンとかサインをうまくね表した短めの動画を掲載しています。こうやってね、速稼塾の塾生さんが私が動画をたくさん作ってるのを見てね、自分もやってみようかなっていうふうなところを少しでも応援したいなっていうのと、やっぱ私もですね、このチャンネルの、ファンになっているところもあるんですよね。そういった形で、今日はこのね、西淡くライフっていうものを3つちょっと掲載してみました。皆さんもね、どんどんこう動画を作っていただいて、動画作ったからってすぐに私もこうやってねコーナー作ったりしませんけども、これはなかなか継続力があるなとかね、うまいこと自分にしかできないメッセージ出してるなと思えば、やっぱコーナー化も考えようかと思います。やっぱりね、なんか我々は何かの第一歩っていうのを踏み出した方がいいですよ。特に稼ぐこと、自分を養うための第一歩ですよね。何かに依存して、その依存しているカテゴリーがなくなったりとか、そちらの方がお金にならなかったら急に困って慌てるっていうことではなくて、そういうのがなくても、自分にはこれがあるから、自分には YouTube があるからみたいなね、自分にはアフィリエイトがあるからみたいに思えたらいいじゃないですか。で、もう良くないのはね、自分にそれを生み出す力がない、もしくは生み出す方向に一歩も歩み出してないってことなんですよ。だから速稼塾始めてくださって1年とか2年経ってる方は、そろそろね、なんかこうやってることの蓄積がないと何のために過ごしてきたのか分かんなくなっちゃいますんで、速稼塾っていうのはね、稼ぐための塾ですからね。誰かに稼がしてもらうための塾ではないですから、最初はしょうがないですよ。最初はまずはね、お金的な自由と時間的な自由を持って、余裕を持って何かにトライするためっていうのを私も推奨してますんで、まずね、例のやつとかでお金をいただきながら時間を全く使わないみたいなね、サイクルに入っていただいて、そこからね、空いた時間とか余剰資金を散財しちゃうんじゃなくて、それをね、自分を育てるための投資に使っていかないと、もう私が引いたルートも全く意味がないですからね。ぜひね、ちょっとこういう風に考えていただければと思います。はい、では本日は以上です。ザ・サインのコーナーね、充実するといいなと思っております。